こんにちは、三兄弟二郎です。今日は、簡単にできる明太子カルボナーラうどんを作ります。では作っていきましょう。まず、材料の説明をします。今日は2人分作っていきますので、冷凍うどん2つ、そして生卵2つ、そして、明太子2人分で1本使っていきます。そして、粉チーズ、黒胡椒がないので、これが黒胡椒なのかちょっとわからないですけど、粗挽き胡椒、そしてこれ、この容器に入れてあるんですけども、これが和風の和風だしの素、そしてマヨネーズ、こんな感じですかね、材料は。では早速作っていきます。まず冷凍うどんをこの袋から出しまして、でこれを一旦ちょっと水にさっとくぐらす、水をかけて、でこの中2つ入れていきます。さっと水をかけて、で、そしたらこのラップをかけます。ふわっとふわっとこうかければいいので、これを600ワットのレンジで7、8分チンしていきます。こっちの方で電子レンジ設定します。レンジ出力を600ワット、そして、7、8分ということで、7分30秒やっていきます。今チンしてます。その間に、じゃあこっちのボウルの方にこの調味料類を入れていきます。まずこの和風だしの素を、そうですね、この小さじ1杯ということで、小さじ2、少しこぼれてますけど、小さじ1入れます、そしてこの粉チーズの方を大さじ 2ぐらい入れてます。これ1大さじ2大さじ2入れていきます。粉チーズ、黒胡椒ちょっとどんだけ入れるのかあんまりわからないですけど、とりあえず後でかけるんだろうね、とりあえずこう混ぜていきましょう。小さじ2、半分ぐらい、この小さじに半分ぐらいこう入れていきます。とりあえず、そして卵を2
2つ割ってみます。よし、1つ。よし、そしてここですね、明太子の方をこの中にダッて入れていきます。これこの皮はいらないので、この中だけこう必要ということで、とりあえずこうこのように中の皮はこのようになっています。今この中にあの冷凍うどん、チンして温めた冷凍うどんを入れていくので少々お待ちください。そしたらこう温めたうどんをこうドバッと入れていきます。熱いで、よく絡めます。おお、いい感じになってきた。おお、うまそう。もうちょっと胡椒が必要かと思うので、ここで胡椒ちょっと足していきます。よし。おお、胡椒のいい匂いがしていきます。よし、よいしょ、 OK。 では盛り付けの方に入っていきます。このようになりました。一口、はい、これここに大葉があるといいかと思うんですけど、大葉はありません。はい、すいません、ちょっと失敗しました。マヨネーズを入れるのを忘れたので、ちょっとここでマヨネーズを入れていきます。マヨネーズ入れるの忘れた。マヨネーズを入れるの忘れた。大失敗。よし、今度は OK。はい、マヨネーズを入れていい感じでできました。それでは食べていきましょう。いただきます。これマジうまい。これでうまい。明太子とチーズとマヨネーズと黒胡椒、非常に食レポが難しいです。うまい。非常にうまいです。これ出せるの、これ店に。これということで、明太子
カルボナーラうどんやったっけ。それではあの明太子カルボナーラうどん大成功です。高評価チャンネル登録お願いいたします。ではまた。